ツバメコのシロカは、スズキモク、スズキアモクに所属する魚類の分類群の一つ。ツバメコのシロなど8族41種が所属する。ツバメコのシロカの魚類は、世界中の熱帯、亜熱帯域に分布する。多くは、沿岸海域及び奇水域で生活する一方、ボルネオ島など一部では河川に進出した種類も知られる。砂泥の海底付近を活発に遊泳し、 定生生物を主に捕食する。日本近海には少なくとも二族四種が分布する。数が多くないため日本で利用されることはあまりないが、東南アジアなどの熱帯域では、食用魚として重要な存在となっている。ツバメコの白カの仲間はやや細長い体型を持ち、最大種では1.8メートルにまで成長する。 胸びれが二つの部分に分かれることが、本家魚類の大きな特徴である。貝の三から七本のひれ状は互いに有利し、著しく伸長する。背びれも前半のトゲ状部と後半の南状部に分かれ、両者の間隔は広い。腹気は腹部のやや前方に位置し、尾ひれは深く、二股に分かれる。椎骨の数は十四から十五個。下顎が著しく小さく、ないように見えるために、 アゴナシと呼ばれることがある。ツバメコのシロカには8族41種が記載される。本家の位置づけには、議論が多く、かつては、ボラカ、カマスカとの類縁が指摘され、独立のツバメコのシロアモクボラニモイディの下に分類されることもあったが、近年は、ニベカの姉妹群とみなされることが多くなった。南コのシロ族の一種。細長く有利した胸びれ界の南城。 広く離れた二つの背びれが、本家魚類の特徴である。ありがとうございます。